第13幕、砂漠にある城。姉ちゃん。何ラン。冒険って過酷なんだね。そもそも冒険ってね、危険を冒して不確かなことをするって意味だし。姉ちゃんのうんちく楽しいな。あ、向こうに人の気配がするのです。多分砂漠の休憩所なのです。ちょっとあそこで休むのです。おっとと、そこの道行く大人さん、ちょうどよかった。ちょっと頼まれてほしいとと。とっとととそんな驚かないとと。どこにでもいるただの商人だとと。服の装飾の材料にこれが必要なのとと。どうとと、頼まれてくれるとと。お礼は弾むとと。とと、頼めてよかったとと。僕はこう見えて忙しいとと。これからもよろしくとと。おっとと、持ってきてくれたとと。助かったとと。ありがとうとと、また頼むとと。おっとと、いいトトロに。悪いが、また頼みたいことがあるとと。薬の材料にこれを探してるとと。よければ引き受けてくれないとと。必要なのはこれとと。頼んだとと。必要なのはいいですか。ああ、いくらでも休んで大丈夫だよ。あ、しかしその格好じゃ日差しで肌が焼けちまいそうだな。ちょっと待っとれ。ほれ、日焼け止めじゃ。塗っていくがいい。あ、いいんですか。おお、遠慮せんで。おっしゃ、バッチリ。日焼け止めバリアー。ありがとうございます。バリアしたら匂ってきたぜ。何が？ミラージュの匂い。向こうだ。北の方ってことなのです。幻の砂漠と言われる場所にはミラージュがいっぱいおるらしい。近づかない方が身のためじゃ。ビッグブリッジ周辺はひどい砂嵐で危険だよ。ミラージュ集めてる？あんたら随分物好きだな。この近くでミラージュが住んでるところっていや、このキャラバンから少し行ったところにある幻の砂漠だが、ま、あそこはやめといた方がいいんじゃねえかな。
愛らしいの。お、町だ町だ。ダメラン。え、なんで？連邦の町みたい。トラブルは避けよう。あいつらに会ったら面倒なのです。旅の準備はしっかりな。こんな砂漠でもミラージュたちは元気です。なんで急にナレーション風なの？いや、なんとなく。砂漠で道に迷った時は光の差す方へ進みなさい。まあ旅人のジンクスって感じだけどね。きっちり決めるわよ。サクッといくぜ。サクッと行くぜ。バッチリ決めるわよ。これよ。
余裕余裕。行くよ。姉ちゃん、さっきから聞こえる音、だんだん増えてなく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 ない？その言い方だとどっちだかわからないけど、言いたいことはわかるわよ。いつもの嫌な予感なのですね。空が赤っぽくね。ここに来てからだいぶ時間が経ってるみたいね。日が暮れる前に抜けちゃった方が良さそうなのです。道長くね。もしかして迷ったのです？多分目印とかあるはずだから、気になるものを見つけて左右の道を選びながら進みましょう。相手が弱くても気を抜かない。
っからでもどうぞ。始めるぜ。余裕余裕。実力通り。サクッといくぜ。バッチリ決めるわよ。
さと終わる。おっしゃ。いいバトルだったな。サクッと行くぜ。いいバトルだったな。
しかしてこんなのが地面の中にたくさん？考えたくないからやめて！こいつらが足元にびっしり詰まってるのです。だから想像させないで！ぼさっとするな。この時間は奴らの時間だ。次々来るぞ。マジで？戻るぞ。はい。戻るのです。サンドアームのことなんか思い出したくもない。ここは砂漠の休憩所よ。砂漠を越えるときはここで休んでいくの。今日は月が綺麗だな。しかし噂の丘からの大人が砂漠の越え方も知らないとはな。やっぱ噂になってんだ。もしかして喜び始めてる？あんまりいいことないって。温まりますよ。お、どうも。ありがとうなのです。四つの鍵か。なるほど、それもあってか。鍵のこと何かご存知だったりします？
鍵は地、炎、海、闇の4つだと聞いたことがある。その鍵の場所とかも聞いたことあったり？ライトニングさん？いや、すまんな。鍵のありかについては私は聞いたことがない。それより私は聞いたことありますよ。地の鍵、それは魔光を輝く地に。海の鍵、それは海底深い神殿に。闇の鍵、それは朝の訪れない地に。おお、ちょっとだけ具体的な感じ？まさかそれは赤の予言の印象か？ええ、よくご存知ですね。何です？その印象というのは。予言の原書にしか存在しないと言われている隠された章だ。しかし原書が読めるのは。聞いたことがあるだけですよ。原書を読んだ方からね。バハムート軍の居城はさすがに知らないよね。知ってるわけないでしょ。そうですね、噂でよろしければ。嘘。あくまでも噂ですが、クリスタルの塔の先、神の道を越えたさらに先に御使いが住む神の城があると。御使い、つまりバハムート軍の王。おお、ならやっぱり4つの鍵を手に入れてクリスタルの塔を目指せばいいってことだよな。そうなるね。なんか安心したら眠くなってきちまった。もうラーンの眠気がうつったみたい。今日はここで寝ちまおうぜ、姉ちゃん。そうだね。おやすみなさい。おやすみ。奴ら。迂闊だった。昨日の飲み物か。嘘。マジ。力が。抵抗は無駄だよ。あまりレディにひどい扱いをするなよ。レディには優しく。これが私のモットーだからな。くだらん。なんだあいつ。まさかバハムート軍の。その大人の処理も私に任せてくれる約束では。処理って、一応私もレディですけど。そうだな。いや、大人とはいえもう少し大人になることだね。おい、ふざけやがって。ラフ。あまり手荒な真似はさせないでほしいな。おとなしくしててくれ。なんだよこれ。わからないよ。